こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、買って失敗した服5000というテーマでお届けをしたいなと思っています。まあ、僕自身ですね、これまで本当にいろんな服を買ってきました。プライベートでも服が好きでいろんなものを買ってきましたが、まあ、ここ数年は YouTube を通して皆さんにいろんなおすすめのアイテムをご紹介しているわけなので、やっぱりですね、動画を撮る上で僕自身が経験してないとなかなか語りづらいところがあるので、まあ、本当にいろんなお洋服を買ってきました。その中でも成功したものもあれば、やっぱりですね、失敗をすることもあるんですね。これ買ったけど着なかったな、うまくいかせなかったなっていうような失敗、皆さんもあると思いますし、僕自身もたくさんしてきました。まあ、そんなですね、日本有数のいろんな買い物をして失敗を経験している僕がですね、まあ、これはちょっと失敗だったなとか、こういった買い物は失敗しがちだなっていうところを皆さんにですね、5つにまとめてご紹介をしていきたいなと思っています。まあ、今回の動画をしっかりと見ていただければ、僕と同じような失敗を皆さんが避けることができるかなと思うので、よかったら最後まで楽しみながら見ていただきたいなと思っています。まあ、今回5つ挙げていますが、それ以外にも買い物失敗しないためにはこの項目必要だよねというのがあったら、ぜひ皆さんもコメント欄で教えていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速行ってましょう。はい、ということで、ここから具体的にですね、僕自身が失敗をしたですね、具体例を皆さんにご紹介していきたいなと思ってるんですが、まず一つ目はですね、身の丈に合わないブランドものの服ですね。これは僕も結構失敗してきましたし、多くの方にも当てはまりがちなところなのかなと思っています。まあ、ブランドものってやっぱり世界観がしっかりとしているので、どうしても欲しくなるんですよね。まあ、確かに誰もが知っているようなブランドものだと、それを持ってるだけで優越感に浸れたりだとか、まあ、そのブランドの世界観でなんとなく着てるだけでかっこいいと思っちゃうことがあると思うんですね。まあ、いわゆるラグジュアリーブランドだとか、まあ、ダウンだったらこのブランドのロゴだとか、ベルトのバックルにこのブランドのロゴがついてたりだとか、まあ、そういった分かりやすいブランドの主張のあるものというのは、まあ失敗しがちなので、やめておいた方がいいんじゃないのかなと思います。ここでもう一つポイントがあって、身の丈に合わないっていうところなんですね。自分の普段買っているお洋服の価格帯から頑張ってブランドものを1点だけ買っても、そのですね、ブランドの世界観をうまく活かせないまま、なんか悪目立ちてしまうことが少なくないんですね。特にブランドものってやっぱりですね、良くも悪くも悪が強いんですね。そして日本人の特性として、やっぱりですね、ブランドものに対して憧れはあるんだけども、第三者がギラギラのブランドもの着てたら、なんか品良くないなとか、なんかちょっとこうチャラついてるなって印象があったりして、意外とですね、ブランドものを着ている価値っていうのは自分の中では満足感があるんですけど、第三者から見た時にあんまり印象が良くないんですね。で、ブランドに着られてしまうというか、負けてしまうことも多かったりするので、身の丈に合わないブランド使いっていうのは僕はやめておいた方がいいかなと思います。ただブランドものといってもですね、パッと見ではどこのブランドかわからないようなクワイエットラグジュアリー感のあるものですね。最近この言葉よく聞くようになりましたが、ブランドロゴの主張はないんだけども、すごくデザインとして洗練されていて、それがブランドものみたいな感じだったら僕はすごくいいかなと思うんですね。例えばですね、裏にあるこちらのシャツなんですが、僕はすごく気に入ってよく動画の中でも着てるんですね。僕が持っているブランドものの服って本当に少ないんですが、その中でもですね、ちょっと頑張って買ったのがこちらのマルニのベージュのシャツなんですね。よく着てると動画の中でも、それどこのシャツなんですかってよく聞かれるんですけども、マルニのロゴって、まあ、ここ内側には入っていますが、このですね、表面にはないんですよね。まあ、一応ここにマルニって入ってるんですが、まあ、そんなにこうブランドのロゴがドーンとくるようなものではないので、分かりづらいと思います。このようなシンプルなデザインでどこのブランドか分かんないっていうものであれば、僕は頑張って投資をするのは悪くはないと思うんですが、まあ、ブランドのロゴの主張が強いものというのは、よしておいた方がいいんじゃないのかなと思っています。まあ、そうは言いつつですね、僕もブランドのロゴとかは好きでよく着るんですね。ただ、なるべく僕が意識しているのは、誰もが知ってるような分かりやすいブランドというよりは、まあ、ファッションが好きな方だったら分かるような、例えばフレッシュサービスだとか、セダンオールパーパスだとか、このあたりのですね、ロゴなんかは結構好きでよく着てるんですね。まあ、デザインの中でもちょっとしたアクセントになるので、すごく魅力的ですし、かといってギラギラ感がないので、そういったブランドロゴ使いだったらいいと思うので、あくまで分かりやす
いブランドですね。知名度があって、それ着てるだけでなんとなく高揚感が出るというロゴというのはかなり危険かなと思うので、まあ持つのであればお財布程度に留めておくのがいいかなと思うので、ぜひ皆さんも頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて二つ目なんですが、店員さんから勧められた服ですね。これも買ったはいいけども着なくなってしまう可能性が非常に高い服かなと思っています。僕もこれまでいろいろとですね、店員さんの勧めで買ったものはありますが、やっぱりですね、まあその時に気分が乗って買うんだったらまだ失敗することは少なかったりするんですが、まあ勧められたし、なんか断るのもなんだよなと思って買ったもの、なんとなくしっくり来ないんだよな、気が乗らないなっていうものに関しては、まあ大体失敗して着なくなってしまいますので、これは注意が必要かなと思います。まあなぜこういったことが起きるのかというと、まあ店員さんと自分自身ってやっぱり違う人間で、自分がどういった目的でどういった服を持っていて、まあどういったテイストが好きなのかっていうところをあまり把握しないまま提案されたりすると、なかなかですね、しっくりくるものが出てこないことが少なくないかなと思うんですね。しかもやっぱり今店員さんは若い世代の方も非常に多いので、まあ、その世代と僕たち30代40代以降の男性だと結構年齢によるですね、価値観の違いもあったりするので、そこのギャップみたいなものが生じてしまうので、まあ、なかなか店員さんから勧められた服というのがしっくりくるっていう機会は少ないかなと思います。でもやっぱり店員さんの中でも優秀な方はたくさんいらっしゃるので、まあ、あくまでこちら側の姿勢の問題かなと思います。店員さんからこうゴリゴリとお勧められた服をなんかこう気が乗らずに買うっていうのはやめておいた方がいいかなと思うんですが、まあ、こちらから例えばシチュエーションをある程度限定して店員さんに質問を投げかけてみるのがいいかなと思うんですね。例えばビジネスカジュアルで着るようなネイビーのちょっとこうリラックス感のあるジャケットを探してるんですけども、なんかいいものありますか？できればオンだけじゃなくてオフでも着れるようなセットアップタイプのものだといいんですけども、っていう形でこちらから欲しいものをなるべく具体的にお伝えすれば、それに合ったものをバチンと店員さん持ってきてくれますから、まあ、そういった形でこっちが欲しいものを明確にしておく、そうすることが大事かなと思います。あくまで店員さんの方からこれトレンドなんですよとか、これ今人気なんですよみたいなノリで持ってきた服っていうのは自分と合わないことも多かったですので、そういったものはまあできる限り買わずに断った方がいいと思います。断りづらいのもよくわかるんですが、まあなるべくですね、自分の中で店員さんから勧められた服は買わないっていうところを決めておいた方がまず間違いがないかなと思うので、ぜひこのあたりも頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて3点目の項目なんですが、ライフスタイルに合わない服、これもですね、失敗しがちなので買わない方がいいかなと思います。まあ僕自身もですね、このように日々 YouTube で皆さんにこのアイテムはおすすめですだとか、そういったことをお伝えしてますし、 Instagram を見ても雑誌を見てもいろんなところでファッション系のインフルエンサーだとか著名の方がですね、いろんな商品をおすすめするわけですね。それを見るとですね、ついつい欲しくなってしまうと思うんですよね。まあ僕自身もいろんなものを見てるので物欲が刺激されるわけなんですが、まあそんな時に自分のライフスタイルと合わないものは絶対買わない方がいいなというのをですね、心に決めてるんですね。まあ例えばですね、アイテム単体はめちゃくちゃかっこいいんだけども、自分の日常で考えるとこれいつ使うんだってものはですね、買っても使わないんですよ。その代表的なものとしては、例えば僕は革靴なんですね。まあ革靴って僕も好きで今までたくさん買ってきました。あの美しさって言ったらスニーカーにはない雰囲気がありますよね。丁寧な作りでなおかつ重厚感がある革靴ってすごく好きなんですが、自分のライフスタイルの中で今ですね、革靴を履かなくちゃいけない時だとか、革靴の方がスニーカーよりも圧倒的に優位性が高い時ってそんなに多くないんですね。やっぱりスニーカーの方がもう圧倒的に履き慣れていますし、機動性も高くて色々と移動しやすいので、僕はやっぱりもう革靴ってあんまり履くことがないんですね。まあライフスタイルと革靴がやっぱり合ってないので履かなくなってしまう。なので僕は革靴は最近は買わないようにしてるんですね。あとはよく出てくる話ですけども、レザージャケットみたいなものも本当にね、もともと好きなんですよ。タイトなレザージャケットとかいろいろと買ってきましたし、最近ではですね、ちょっとこうシャツアウター風のレザージャケットみたいなものも出てきて、非常にデザイン的にはかっこいい、スタイル的にもかっこいいと思うんですけども、僕のライフスタイルを考えるとそれを着る場面がないんですね。
なのでそういったものを買っても絶対に着ないと思うので、アイテムとしては魅力的なんだけども、自分のリアルな日常に置き換えた時にこれ使う機会あんまりないなっていうものは、いくらインフルエンサーだとか YouTuber がおすすめしても絶対買わない方がいいと思います。着なくなってしまうので、このあたりはですね、僕も散々やってきましたし、あとは日々ですね、いろいろな方をスタイリングする中でも感じてきたことなんですね。やっぱりその方のライフスタイルをお伺いした上で、そこに合う商品じゃないと使わないんですよね。例えばジャケットをおすすめしてもですね、普段からそういったきちっとしたものを着ないというライフスタイルの方だと、どんなに素敵で似合っていても着ないんですよね。なのでそのあたりの自分のライフスタイルとアイテムの密接な関わりですね、ここがあるかどうかを見極めることがすごく大事なので、ぜひ僕の動画を今後見る際にも、欲しいなと思っても一度踏みとどまって、これ自分の1週間の中で何回着るかなっていうことをぜひ考えてみてください。まあせめてですね2回ぐらい着る機会があると僕はいいなと思ってまして、まあ1回着るか着ないかなぐらいのものはちょっとライフスタイルに合ってない可能性があるので、そのあたりを考えてから買い物をしていただくと結構失敗が減るかなと思うので、ぜひチェックしていただければなと思っています。はい、続いて4点目の項目なんですが、自分のキャラクターに合わない服、これも買わない方がいいかなと思っています。僕も個人向けのスタイリスト15年ぐらいやってるんですが、お客さんにどんな服をご紹介するのかというとですね、基本的にはその人の肌の色にどんな色の服が似合うかだとか、あとは骨格を見ながらその人に似合う服を選ぶだとか、そういったことは僕はですねあんまりしなくて、それよりもですね、その方の雰囲気だとかキャラクターをよく見てですね、そういったものと合うようなお洋服をご紹介するようにしてるんですね。これなぜかというと、お洋服にもいろんな種類のものがあるんですが、まあ、トレンド感のあるものだとか、ベーシックなものだとか、明るい色のものだとか、すごくシックな色のものだとか、いろんなものがありますが、まあ、その方の雰囲気によってそれがしっくりくる来ないっていうものがあって、そこを見定めてご提案をしないと、なんかこう違和感があってその方も着なくなってしまいますし、キャラと服の調和っていうのはすごく重要だということを僕自身が感じているからなんですね。例えば真面目な雰囲気の方にビビッドな色だとか、ちょっと綺麗な色だとか、柄物の服だとか、あとは短パンをご紹介したりだとか、そういったことをしてしまうと、やっぱりですね服が浮いてしまうんですね。なんか調和してる感じがしないので着なくなってしまうことが少なくないんですね。一方でなんかアクティブな雰囲気の方に真面目な雰囲気な服を着せてもですね、なんかこうかしこまりすぎてしまって合わなかったりするので、自分のキャラクターに合ったものを選ぶということが、まあ、すごく重要だと思ってるんですね。ですので先ほどもお伝えしましたが、いろんなインフルエンサーだとか YouTuber の方がおすすめのアイテムをご紹介してくれるかなと思うんですが、果たしてその服のテイストが自分の雰囲気と合ってるか、ちょっとポップすぎないかなとか、ちょっと地味すぎないかなとか、自分のキャラクターと合ってるかどうかというところをちゃんと見定めながら買い物をしてもらうと、まあ、失敗が少なくなってくるかなと思います。僕の中では2つに大きく分けるようにしていまして、明るい雰囲気の方と真面目な雰囲気の方、この2つの特徴で全然似合うものが変わってくるんですね。真面目な方であればベーシックなカラーですね、ネイビーですとかブラック、ホワイト、グレー、このあたりを中心に選ぶだけでもう間違いないかなと思います。でちょっとこう明るい雰囲気の方であれば、まあ、そういったものだけではなくてベージュだとかオリーブだとか、あとはちょっと差し色的なものですね、ロイヤルブルーだとかグリーン系だとかパープルだとか、そういったものをうまく使ってあげるのがいいかなと思うんですね。真面目な雰囲気の方はまずはベーシックなところからしっかりと揃えていって、まあ、少しずつ差し色となるような色を加えてみるのはいいかなと思うんですが、いきなりですねかっ飛ばして明るいものだとか柄物はそこまで使わなくてもいいかなと思うんですね。まあ、僕自身も自分のキャラクターみたいなものをちゃんと理解しながら服を選んでいるんですが、柄物を着ることはありますけども、基本的にはストライプ柄かボーダーですね。今着てますけどボーダーも着るときにはなるべくピッチが細いもので派手に見えすぎないものをまでにするようにしてるんですね。まあ、これ以上ポップなものは柄物は使わないようにしてますし、色もですね僕自身はそこまでビビッドなものだとか差し色ってあんまり着ないんですね。キャラクター的に割と真面目なところがベースにありながらも、まあ、ちょっとしたアクセントみたいなものは入れてもいいかなぐらいの人柄だと僕は理解してるので、まあ、それを踏まえた上でその人柄と相反するようなものはなるべく選ばないようにしてるんですね。そうすることでだいぶ買い物の失敗は避けられてるかなと思います。まあ、そんな僕でもた
たまにはビビッドな色着てみようかなとか、ちょっとデザイン的にもエッジが効いてるものを着てみようかなっていう形でトライはするんですが、やっぱり着ないですね。そういったことも多かったりするので、まあある程度自分のキャラクターを踏まえた上で丁寧にお洋服選びをすると間違いがないかなと思うので、まあぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目はですね、アウトレットやバーゲンセールの服ですね。このあたりはなかなか難しいので注意が必要なのかなと思っています。まあ、価格が安いとどうしても飛びつきやすくなるのは仕方のないことだと思うんですね。やっぱり洋服自体の値段も年々上がってきてますし、定価がこの値段だったのがこの価格になっているというですね、掘り出し物感っていうのはやっぱり気持ちを高揚させるものなので、まあ、どうしても買いたくなってしまうんですが、まあ、そういった買い物だとやっぱり打率が下がるのはもう間違いのない事実だなと思っています。まあ、僕自身ですね、アウトレットも好きでよく行っていましたし、今でも時々行くんですが、まあ、買い物することは実際にはほとんどないんですね。まあ、冷静に判断しながら見てると、やっぱりアウトレットに並んでるお洋服って、まあ、それなりに定価で売られていてバーゲンセールの価格になって、それでも売れなかったものが結構アウトレットに行くことが多かったりするので、デザイン的にちょっとエッジが効いていたりだとか、ちょっと使い方が難しかったりするなっていう服も少なくないですし、すごく魅力的なお洋服だとか、もしくはベーシックで使いやすいものがアウトレットの中で見つかるかというと、なかなか難しいなと思うのが現状かなと思います。まあ、バーゲンセールも同じくで、まあ、アウトレットに比べると意外と掘り出し物が見つかりやすいんですが、安くなってるという感覚で買ってしまうと判断基準が甘くなってしまって外すことが少なくないんですね。なので個人的にはおしゃれに興味持ち始めた初期の段階では、なるべくアウトレットだとかバーゲンセールは使わずに定価で丁寧に揃えるということを意識した方が僕はバランスがいいかなと思うんですね。そっちの方が慎重にならざるを得ないので、その結果良いものに出会えることも少なくないかなと思います。そして意外とですね、気分的な問題もあると思うんですよね。バーゲンセールで買ったっていうですね、お得感と、あとは定価だけども結構自分の中でこれはいいなと思って覚悟を持って買った服では、やっぱり後者の方が着ていて気持ちがいいんですね。なので、まあ、長く着るのであれば自分の気分がしっかりと高まって気分が乗ってるものを買った方が多分愛着も湧くかなと思うので、よりいいんじゃないのかなと思っています。まあ、バーゲンセールだとかアウトレットの中から冷静に自分に似合うもの、今必要なもの、そして魅力的なものを見つけるというのは超困難だということを頭の片隅に置きながら、ちょっとこう距離を置きながら、イベントとしてちょっと楽しんで見てみるぐらいに考えてみるといいかなと思いますし、たまにその中でも良いものが見つかることがあるので、まあ、そういった時には楽しんでいただくのはいいかなと思うんですが、まあ、ぜひそのあたりも頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では僕自身の経験を踏まえながら、買って失敗した服5000というテーマでお届けをさせていただきました。まあ、僕ほどですね、いろんなお洋服を買ってるとですね、本当にいろんな失敗をしますね。そして今現在もですね、日々いろんなものを買いながら失敗を繰り返してるんですね。まあ別にこう失敗する買い物が悪だとは思わないんですね。やっぱりこう失敗しないように安牌ばっかりを買い続けていると、それまたですね、退屈なクローゼットになってしまうので、時には冒険をしてみることも必要だなとは思うんですね。ただ毎回こう冒険的になってしまうと、やっぱりですね、予算がいくらあっても足りないですし、クローゼットの中がいろんなこう服で溢れ返ってしまっていて、服はたくさんあるんだけども着る服がないみたいな状態になってしまうので、まあ、今回ご紹介したような項目ですね、このあたりを意識しながら、まあ、丁寧にお買い物をしていただくと、だいぶ買い物の失敗は減ってくるんじゃないのかなと思いますので、よかったら参考にしていただきたいなと思っています。まあ、今日僕もですね、話しながらこれ今でもやってるなという反省をしてので、改めてですね、丁寧にこのあたりを意識しながら買い物をしていきたいなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは、大人の男性に向けてメンズファッションの今日なるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなかお伝えできないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またはちょっとツー向けの専門ブランドに関しては、僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えてもう1本ですね、週末にライブ配信をやっています。皆さんからいただいたご質問に直接
お答えする形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方は概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですねゆっくり動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらの方では動画ではなくて写真と文章ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を毎日配信をしています。僕もほぼ毎日記事を書いていますし、僕以外のスタイリストや専門家も記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも気軽に記事を書くことができるので、おしゃれが好きな男性が集まって楽しめるようなコミュニティになってますので、気になる方はこちらも概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。